出雲駅伝、14日、島根、出雲大社前、出雲ドーム前、6区間45、1キロ、創価台、吉田京、4年、がニ区、5、8キロ、で9人抜きの回送を見せ、一気に先頭へと踊り出た。1区終了時点では、首位の青学台と26秒差の10位で助けを受けた。そこからあっという間に前を走るランナーを抜き去り、 4キロ過ぎで先頭の青学大野村明夢、4年、を追い抜いた。その後もぐんぐん差を広げている。総価大は昨年大会後に選手一人のドーピング違反が発覚し、2位だった総合成績などが失効。吉田響は前回5区で、幻の区間賞、となっていた。今大会は総合3位以内を目標に掲げている。